建物が、鬼怒川だけじゃなく、熱海、箱根、伊香保山とかもとにかく全国の温泉地共通の問題です。ですからこういった問題を解決しないことには本当の意味で の日本の再生はできないのかなっていうふうなことを常々思っております。設備投資の金額が、少なくとも本当数億円から100億円単位ぐらいの投資になってきます。そうしますと金利というのはやっぱり最重要な部分でですね、我々のその経営に対するコストのウェイトが非常に高くなってしまうというところで非常に難しい問題だと思います。